おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト。今週は東京野沢龍雲寺住職細川信介さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン 松本証券の北条案より、お送りします。おはようございます。あ、おはようございます。細川です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、今週は。細川信介さんで。で、えー、こちら。松本。圭介さんと。はい。信介圭介で。信介圭介で。<laughs> はい、行きたいと思います。はい あ結構、松本さんのを聞かせていただいてるんですけど、あうん、まあ本当になんか音が良くて、昨日も電車乗りながらずっとくずみさんのとか聞いてて、はい、いやなんかくずみさんのいろいろ面白いお話も聞かせていただいて、うん、松本くんもいろいろ新しいことやられてるなと思って。はい、やってますよ、ケいスケくんも。しんすけくんはどうですかまあ実際、 今、今、ちょっとオンライン座禅会とか、まあ、あの、オフラインができてないんで、うん、まあ、それに力を入れてるわけじゃないんですけど、まあ、淡々とやってるような感じですかね。うん、淡々と。まあ、なんか力んでもしょうがないかなっていう、今、なんていうか、頑張った分だけ、なかなか結果が現れないので、まあ、こういう時はちょっと力まずに、自然体でいようかなって思ってます。うん。 でも、もともとそんなに力む方でしたかね。ねえ。<laughs> <laughs> まあ結構なんか、あの、熱い感じかなって自分では分析してたんですけど。あ、そうなんだ。<laughs> <laughs> でも結構、でも割と自然体でやってるイメージもありましたけど。あそうですね。やっぱりなんか、宗教界良くしたいとか、臨済宗明神寺派を盛り上げたいっていうのは結構なんか、熱く持ってた感じなんですけど。 あるんだ。やっぱりね。一応 <laughs> ゃくちテラですからね。ん<ー>うん。あの、そうだよね。あの、お,おじい、おじいちゃん。はい。からの、何でしょう。うん、この臨済衆の中でも、臨済衆を、えー、考える立場みたいなのも、 うん。あるんです、ね、まあ、なん、そんなに、まあ、臨済宗にすごい愛着はめちゃくちゃあるんですけど、うん。まあ、だからといってなんか、臨済宗の枠の中にだけはいたくないなっていうのがあって、うん,うん。で、まあ、住職塾とかもお邪魔したり、まあ、いろんな、あの、多宗派のお坊さんとの交流から学ぶことっていっぱいあるなって今実感してます。うん。いや、あの、<laughs> 今回、えー、本を、あの、まあ、これまでも何冊か出されていると思うんですけど、はい、ま、その中でも、今回は、禅の言葉とジブリ。はい。というですね、あの、まあ、この、細川さんのジブリ愛が、こう、ま <laughs> いる、うん、うん、本が、あの、出て、もうこれを読ませていただいてたんですあ、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。で、<laughs> まあこの辺からもちょっといろいろ話したらなと思ったんですけど。はい。うん。あの、ジブリ作品に、えー、こう、なんだろう、引き寄せながら禅の、はい、禅の言葉を紹介、うんえー、されていて、で、まあ、すごい、だジブリなんで、僕も大体見てますし、うんうん、すごく、なんだろう、こう わ、まあ、かりやすくもあり、イメージもできて、そうか、この禅の言葉、あ漢字が多いから、禅っね、なんて読んだらいいんだろうみたいな、とっつきにくさもあると思うんですけど、それが <laughs> 一気に、一気にこう、身近になる感じもあって、すごく、あの、良かったですね。いや、本当になんか、いろんな、まあ、書くお仕事いただくこともあるんですけど、 結構この言葉について解説してくれっていうのは結構今まであって、うん、結構無理やりその言葉に寄せてた感があって、なんか結構なんか無理してたというか、なんか不自然なところもあったんですよね。でも今回はこうジブリの作品、まあこの年になって夜2時3時まで何回も見て、で一番なんか、 まあ、ジブリの方から怒られそうですけど、字幕で見るっていう作戦も何回かやって、日本語の字幕で見るんですよ。そうすると、なんかセリフの一つ一つになんか、あ、すごいセリフ使ってるんだなって思うこととか、今まで結構見過ごしていたところがあって、だから実はそれもすごい勉強になったっていうか、その企画書とかも全部、 読むところから始めて、例えば、ラピュタをやるときに、宮崎監督がどんな意図でこの映画を作るかっていうところとか、うん、まあそういうのを読んでからまた見ると、また全然違った角度で見えてくる。だから、本にも書いたんですけど、こう最初にラピュタが始まって、こうパズーがご飯を買いに行って、何かこうスポットみたいなのに、 ミートボール入れてもらって帰ってくるシーンがあって、うんで、上からシータって女の子が降りてきて、それをさ、さ、支えるシーンがあるんですけど、うん、その時に多分今の僕たちだったらこう、その、ご飯、お弁当みたいなのを投げ出して女の子を助けるっていうのが多分普通に入ってくる絵だと思うんですけれども、<ー>そのパズーは優しく <laughs> 下にこぼれないように置いてから女の子を支えるっていう、 この細やかな描写がですね。うんなんかパズーっていうこの、なんか経済状況というか、生きていくときに、あの歳で一人で住んで大変なんだっていうのがすごい分かってきたりとか。あ<ー>で、ああいうところ見てて、まあ、言葉を紡いでいくっていうのを、すごいなんか、うん、ま、楽しい一年間だったなって思って。うん、で、なおかつ、まあ、僕もジブリ世代なんで、 この、スタジオジブリからと一緒に仕事ができるっていうのは、うん、もうこれは、この本は墓まで持ってきたいなって。まだ早い。って思うぐらい、まあちょっと、まあ思い入れがありますし、逆に、こう前後の本っていうと、まあ一部の方にしか手に取っていただけないんですけど、こうジブリってものを合わせると、いろんな層の世代の方に、 届くチャンスをもらったなと思って。うん。ま、すごいありがたくて。しかもこの表紙のイラストは、あの、鈴木俊夫さんがわざわざ書き下ろしていただいて。おお<ー>、で、まあ鈴木俊夫さんも結構似。似てる <laughs> 結構絵がやっぱり、うん、あの、かなりお上手で。うん。で、そういうのもなんか嬉しいなと思って。ですね。うん。 そう。鈴木さんと、僕も、なあの、ま、いろいろなご縁で。ねえ、ねえ。お寺が、そうなんですよね。そうそうそう。だから、<laughs> あの、そう。ご法事とかでお会いしたこともあるんですけど、うん,うん。なんか、法事の時とかも、ええー、まあ、法事とかってやっぱこう、きちんとした感じの場所じゃないですか。はい。うん。 だけどやっぱり椅子の上にあぐらで座ってたりとか <laughs> <方>、<laughs> そういう感じ。ね腰が悪いんですよ。うん、だから、うんうん、なんか多分本当はちゃんと座られたいんですけど、腰痛がすごいきつく、うん、きついらしくて、まあそういう格好されることが多いみたいで。なるほど。でも、<あ>なんかそのあぐらできちんと座ってっ。そう,そうそうそう。なんかね、座禅組んでたりする。そう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 。そう。<laughs> いやー、あの方のこの、 あの方と接して一番教えてもらったのが、うん、ギブアンドギブってことなんですよね。うん、もう与えて与えて与えまくる。うんうん、どうしても僕らってギブアンドテイクに、まあ、なってしまうところがどうしてもあって、うんうん、何か見返りってものがどっかでちらつくんですけど、もうあの人の場合はどんどんチャンスはもうくれ、くださって、 うん、別に鈴木さんの一問の得にもならないのに、まあ、どん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 、まあ、チャンスと機会っていうか、うん、くれ、くださって、まあ、大きくなって、なんて言うんだろう。私が喜んでいるのが鈴木さんにとってのテイクになるのかなっていうぐらい、なんか違った方程式で物事が進んでるような気がして、うんうん、まあ、ああいう人だから、こう、何億円っていうお金の中で、千人ぐらい、 人使いながら一つの作品を世に生み出す。うん、だから宮崎監督や高畑監督の才能ももちろん必要なんですけど、あの鈴木さんがいないと多分今のようにはなってなかったんだろうなって結構身近に感じます。うん、そうですよね。だから結構今自分の中でキーワードが形外に触れるっていう。 この、なんか、つばに触れるってことですかね。うん。まあ今、コロナで一番触れちゃいけないものなんですけど。<laughs> 確かに <laughs>。<laughs> だから結構オンラインとか、こういう機会、いろんな、まあ結構今 YouTube、私すごい見てて、うん。まあ横田南齢老子の、遠隔時の老子の YouTube、はい、ノート片手に YouTube 見てるんですよ。お<う>夜中とか。まあ、やっぱあの方も群を抜かれてて、 うん、まあ話すこと、なされることがもう、まあ多分、もう私たちの及ぶところじゃないところまで行かれてて、で、もう一人、まあ小池洋人くんの YouTube も結構見てて、この前、あの、松本さんのにも出られてて、うん、まあとにかく、まあ明るいというか、見てよかったなって思えるところがあって、うん で、まあ、YouTube とかもすごいいいなって思ってたんですけど、一回、まあ、横田老氏と小池君とお目にかかってみると、うん、やっぱりこの形外に触れるっていうところの、なんか大切さっていうか、うん、やっぱり画面からはどうしても伝わらないものがふ、触れてみると、ほんとたわいもない話なんですよ、こう。カレーのルーの話とか、小池君としてても、なんかこう。<laughs> 心がワクワクしていくっていうのが、うん、だから今こうやってオフライン、オンラインがすごい盛んになるけど、結局オフラインに戻ってくるのが人間なのかなって、なんか一人で勝手に考えたりしてて。うん。松本くんがこのラジオを始めた、まあ音にこだわってやられてると思うんですけど、うん、なんかあるんですか思惑というか。そうですね。あの、 オン,まあ、オンラインっていうと大体、その、ズームとか、YouTube とか、まあ、その、動画じゃないですか。はい。うん。だけど、あれって、まあ、画面をずっと見ていて、うんますごく疲れるというのか、<laughs> うん。何でしょうね、その、声、声、声で得るもの、触れるものって、やっぱり、その、 うーん今のね、その、細川さんの話で言うと、その、形外により近いのかな。オンラインの中でも、なんか映像よりも、その、音で、ダイレクトに伝わるものがあるような気がしていて、特に、あの、まあ、映像って情報として強いですよね。うん,うん。でも、その、 まあ、例えばこのテンプルモーニングラジオでも伝えたいことは情報じゃないなと思ってて。えー、うん。だから、極端な話、今僕らが喋ることは、まあ、どうでもいいぐらいな、中身はどうでもいいぐらいな感じもあって、<laughs> うん、それよりは、もう本当素で素ん何を話すかよりも、どこから話すかみたいな。うん,うん。なるほどね。うん やっていく上でも、音声に特化するっていうのは結構、うん,うん、面白いなって思っているんですよね。うん、結構、いろいろ聞かせていただいて、もう全ては、あの、松本松本くんの、いってらっしゃいに集約されてるなって思って、<laughs> <laughs> あれいいなって思って、なんかあれ、はい、あれで全部吹っ飛ぶみたいな感じで。<laughs> ね、結構、あの、蛇口の話とか好きだったんですけど、 ああ、はい。そうですね。でもなんか、やっぱり、なんだかんだ言って、あの、行ってらっしゃいで、僕の心もどっかに行ってらっしゃる感じで。ああ<ー>、そうかも。うん。うん、あの、行ってらっしゃいはなんか、さすがだなって思って聞かせていただいてて。おぉ、嬉しいです、ね。実際、なんていうか、一回オリンピックの卓球の試合、卓球す<う>結構好きなんで、メダルがかかった男子の決勝かなんかを、 どうしてもテレビが見れなくて、うん、で探したらラジオでやってて。卓球をラジオでやってたそ,そ,そうそうそう。<laughs> すごいな。どうやってやるかなって思ったら、うん、10時の方向からとか、なんか5時の方向からとか、<laughs> はい、なんかあの戦闘機に乗ってるみたいになってきて、<laughs> はい、でも、<ー> <laughs> これがラジオの良さなんだなっていうのが、まあ最近、やっぱりこう、ネットが盛んになって、野球中継とかも、 やっぱり画像中心になってきて、じゃあ振りかぶって大難休をどうのこうのっていうのが、昔は結構僕ラジオ派だったんで、もう広末良子の頑張らないととか欠かさず聞いてたんですけど、<laughs> <laughs> なんかあのラジオだと近く隣にいるような気がして。そう。うん、うん。そうそう。だからそれみたいに、あの、法要の オンライン中継とかやる、言うじゃないですか。はい。あれも、か音声だけでやるとかの方が面白いんじゃないかなと思って。ああ、なるほど、うん。今、あの、同志が、あの、こっちの方から入、入道してきました。十字 <laughs> 時の方、1時の方, <laughs> 時の方。<laughs> 時計置いとかないとわかんないですね。<laughs> で今<う>まさに証拠をしようとしております。そう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 。 おっと、ここで、みたいな。うん。なるほどね。そう。だその点、小池ヨ人さんとかは、あの、検索は動画が一番上に来るんだっていう考え方で、うん、YouTube 取り組まれたっていうのも聞いて、さすがなんか、クレバーだなーって思って聞かさせていただいてて、うん ま、実際、私のおじいさんが、あの、松原太郎さんが、喫茶店で辻切法をするっていうのが、まあ、数十年前、画期的なことだったんですよね。うん、で、まあ、それがナムの会ってことで、あ,<ー>あのそうですよね。池上訪問時の、坂井日次さんとかと一緒に、日次さんって言ったら日次老子と一緒にやられて、うん、はい。で、まあ、 一世を風靡されたというか、まあ、喫茶店という若者が集まるところに行って成功、うん、していく超。もう本当に超宗派の。うん、で、毎回いろんなお師匠さんが話していくっていうのが、まあ私たちの中では伝説になってるんですけど、うん、まあそれを今喫茶店でやるべきか、まあそれともどのフィールドでやるかっていうのが、まあ横太郎氏は多分考えられて YouTube っていう選択されて、 うん。まあ今、もう本当に、たく100本以上の動画上げられててす。すごい。す、う、ご、ん、本当にすごくて、まああれだけお忙しいのに、あれだけ、話の内容を100本作るってすごいことだと思うんですけど。うん、そうですね。しかもね、横太郎氏、喋りが、なんか、 面白い。落語みたいですかね,<う>ね <laughs>、まあ。落語もすごい勉強されてて。そうですよね。<laughs> はい。うん、まあそれもつい最近というか本当にここ十数年だと思うんですけど、うん、まあその、なんていうか取り組まれた時の集中力っていうのが、まあ、半端じゃないなっていうのを、まあ形外に触れてるとわかるんですよね。うんうん、だから、まあああいう方が 上にいてくださるっていうのは、リー宗の私たちにとってもすごいありがたいことですし。うん。まあ多分、松本くんって54年生まれですよね。そう。ねね<え><の>私と同級生で。そうそう。新助、圭介<あ>。同級 <laughs> 41歳。役年っすね。ねえ。<laughs> どうしよう。<laughs> そうそうそう。いや、だから私今年役年で、正月早々すごい風邪をひいて、うん。 で、なんか、役年の役払いできるとこないのかなこの辺でって思って調べたら、うん、なんか、リュウンジも出てきたっていう、なんか、東大、<laughs> 東大元暮らしで、<laughs> ああ、うちでできたんだ、みたいな。<laughs> まあ、これ、<laughs> まあ、なんか、笑い話にもなんないですけど、うんね。うん。聞き目あるんだかないんだか。<laughs> でも、僕、年に一度、あの、三峰さんと春奈さんにお参りに行ってるんですよ。 えーえー、ど、ど、どこですかそれ。まあ、秩父の三峯さんって、あの、浅田真央ちゃんが白い木守りっていうので有名になったところがあって、うんうん、はいはい。まあ、春奈さんはあの、イニシャル D とかで結構有名な、お<ー>すごい <laughs> 峠、峠、山、う、の、ん、そうそう。で、この、うちの辺りはなんか昔、立東って言ってこう、水田ではなくて、畑に稲をまいてた地域らしくて、へえ<ー>。お 水不足が命取りになってたので、うん。まあ年に一度6月に、こう、雨乞いに行くっていうのが、もう150年以上続いていて、うん。で、その野沢港っていうのの港元が龍雲寺になってて、おそっか。うちの境内にも三峯神社と春名神社の文社をお祭りしてるんですけど、はははは年に一度そのお札を買いに行くっていうのがあって、なるほど、本、本、え本、ー、 なん、なんていうんだ。本体の部分にね。はい。うん、で、行って、あの、わさわさってやつで、シャワシャワってやっていただくんですけど、はいはい、まあ本当になんか理屈じゃないなって思うぐらい、いつも清々しくなって、まあ帰ってこれるのがあって、で、まあ春名神社は神社の社の上に大きな石が今にも転げ落ちそうにあるんですよ。本当に、 ちょっとでも揺れたらゴロンって言って神社が倒れてしまうんじゃないかっていうぐらい大きな石が、うん。社の上にあって、だからきっとなんか昔の人はそこにこう神の力ってものを見たのかなって、えー、うん。なんかいつも行くたんびに思うんですけど。あれですね。まあ、あの。はい。 喋ってると、いくらでも言っちゃいそうなんですけど。すいません。喋りすぎ。喋<や>りすぎかもしれない。大丈夫。はい、はいあの。じゃあ、今日はこの辺で <laughs> すごい、はい、珍しいブチギリ感の、ね <laughs> はい。はい。というところで、じゃあまた、はいはい、今日はありがとうございます、はい。また明日よろしくお願いします。はい このポッドキャストはリスナーの皆様からのご寄付に支えられています。ご協力いただける方はノートマガジン松本昇景の法上案ウェブサイトにあるサポートをするボタンからお願いします。ここからは音の巡礼のコーナーです。 全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ 「ナマンらーブツナマンドーブツナマンドーブツナマンドーブツナマン 三みだきょう。尿瀬がも一時仏在者英国移住期孤独音。妖大美空衆千二百五十人区。 海贅大安楽館、修正知識長老者里ほまかもけんね。まかかしょまかかせんね。まかくちらりはたしゅり。 ハンダガナンダアナンダラゴラキョボンハダイビンズルハラダカルダイマカコヒンナハクラアヌルダニョゼトショダイテシ 病床防薩マーカー札、文獣、シリ、法事。ああ、った防札、剣だ、課大防薩上昇人防薩養尿税と。正大防薩入釈大官、院頭無料。正天大祝 二次仏語、長老、シャリーリホツ、従世、裁縫、果十万、のク物の、う世い、妙圧極楽、王の、うむつ、阿弥陀根源ン、説法舎利セ非道シャ妙リホツ、極楽、ゴ、国、修、所 無宿、単充、小落、公明、極楽。う、し離発極楽、国道、四十、乱十、四十、ラ、もう、四十、五十。改善、四方、収創、異尿税、公、非、国、名、厚、極楽。う、し離発ほつ、極楽、国道、牛ポッチち、 呂、毒水。十万五中地帯順二、今社富士四辺、街道今後、るりはり御、五条上、郎閣役、衣、今後、るりはり、社孤。釈集名の、二言、時七中、連、へ大社林、尿、シャ 正式、正公、王式王、王公、尺式百、尺公、白式、白公。微明、高潔車、利、保。極楽、国道、上重、女性、空読、正言。 う、しゃ、り、ほつ、ひ、ぶ、こく、ど、じょう上てん、が黄金ごん、昼夜六時にうや、ろくじ、う、まんだらけ、ご国こく、上位うじょ異じ国上い、しょうた、かくいえ、こくじょう、しゅうみょうけ、くよ、たほう、じのしゃ、り、ほ、 ご倉ら国道上純女税空読称号。武士者里、発つひ国上、宇修獣、奇妙。雑式市長、百古、九弱、オム、シャリ。カーリョー、ビ市長、税、小、修長。昼夜六時、水湾、エオン、ゴーン、エン、合、今後、力、ひち大分、発祥、の分。 尿性等法合同修正、門税恩に改出念仏、年法年奏ャリホ尿物医師長、実税財宝、少省、省医者が、非部国道無三幕修シャリホッ合部国道省無三幕の市名が、今日実税省修長。 改善ア弥陀仏欲ー法抑揚保温、変異、少佐。シャーリー、ホツ、ヒー国道ミフ、水道、小、ホー、ジュ、牛、ホラモン。水、ミ、ミョン、ヒニョ、百、千、十、学、ド、ジー、ク、サ。勢税、恩、シャー、カイジ、年上、年仏、年俸、年奏、死、死、シン、シャーリーホ、ホ 五分国道、上重尿税、駆毒承音<声>。 阿呂、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 仏非呂、呂、呂、無量呂、呂、呂、国無呂、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 阿弥陀呂、呂、呂、仏非呂、寿命呂、呂、人呂、無量無辺阿僧呂、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 阿弥陀呂、呂、呂 阿弥陀仏上仏依頼を根実行しゃ法ほ。非仏無量無辺証文弟子かいやらか。非税三十四章の地。消耗殺衆薬分与税し利法 非ー国土、ジョージュニョーしクドクショーゴ国土、修上、シ者、ージャ、カイゼ、アビバッチ、ゴチュタウ、イッショー、フショ、ゴーシュジの地位、単解無量無変、アソギ、ゴ節、しゃりリ 修生門者、応答骨願願症、被告症、医者が、特用尿税、症状、善人、空営、一生リホ、者利保。不快、症、善言、福特、因縁特証被告リホ、者利保。脈、善難死、善尿に、説阿弥陀物、修事、妙語。 にゃく一日、にゃく二日、にゃく三日、にゃく四日、にゃく五日、にゃく六日、にゃく七日。一心不乱五人、林明十字。阿弥陀仏要少小十、現在午前,前、全人十字。神父天道即徳王女。阿弥陀仏、極楽国道、シャリホッ が、けんぜり、こうせ、しごん。にゃく、しゅ、ちょ、もんぜ、せっしゃ、おうと、ほつがん、しょう、ひ、こくの、しゃり、ほつ、にょうが、こんじゃ、さんだん、あみだ、ぶつ、ふか、しぎ、くどく、とぼやく。あ、しゅ、び、ぶつ、しゅ、み、そう、ぶつ、だいしゅ、み、ぶつ、しゅ、み、こう、ぶつ。みょん、ぶつ、にょうぜ、とうごが、しゃ、しゅ、しょうぶ。 格王合国水公長絶奏変部三前大戦正解、雪上実言尿等修生等新税小三、不可思議空毒一切小物称号燃料者立法、南方正解、う日合同物、名門鉱物、大炎見物、趣味動物、 無量小人物尿性統合合者修小物。核王合極水工長絶層変部三前大先生会。雪上実言尿投衆上投身税賞三。不可思議苦毒一切小物称号燃業者利発。 再放正解、無無量、重物、無量、創物、無量、動物。大好物、大名物、放送物、上好物。尿税、統合、が社、修正物。格王合国、水公、超絶、総編部、三千代先生会。雪上、実言尿、等衆上、頭身税、賞賛。 不可思議、苦毒一切小物、称号、燃料、車、利、発。北方、正解、運営、剣武最小、無部、南章部、日章無毛明部。尿性、統合、合、者修、小物。核、王五獄、水、工、調絶、壮、変部、三千代、先生、会。雪上、実、音量、等衆上、等身、税、小三。 不可思議、苦読、一切、小物、称号、燃料、車、利発。芸法、正解、噂、死、死物、妙文物、妙公物、脱魔物、報動物、時報物。尿税、統合、合社、修、小物。格王、合国、水、皇朝、絶葬、変無三千代先生会。 雪上、実言、尿、等集上、等身税、賞三。不可思議空毒一切、小物、称号、燃料、車、利、発、情報、正解、右ーのん、むつ、宿、大、むつ、工場、むつ、高校、むつ、大円見物、雑誌、木、北渓、言神物、シャーラ、重、大物。北渓、特物、見一切義仏、義物、尿、趣味、仙物。 尿税統合合者種生物。核王号極水孔調絶層変部三千代先生会。雪上実言尿投衆上等身税賞賛。風化思議空毒一彩小物称号年料社離発王尿意運河学校明意一彩小物称号年料社離発 脈全難死、全尿に、門脈小仏小説妙義共尿者。脈小全難死、全尿に、会一歳小仏偶小五年。会徳風大天皇は、のぐたら三脈三望大。脈皇者利発尿と会と新中河合、牛小無小聖者利法脈に。

小前男子、善尿に、脈、心者応答発願骨眼、小皮、国能、車里、骨尿が、根者、小三、小物、不可、思議空読、必勝、仏頭訳小説が、不可、思議空読、に、さ、全言、釈迦無二仏の、異人、南、慶、死児。 脳、能者ャ国道、強軸、悪性、公軸、賢軸、煩悩軸、修常軸、苗軸中。徳はノクターナ、三脈三膨大。一生、修正、節税、一切生、県南、新、新、放射、利発。土地、顔、強軸、悪性、行使、南地、徳はノクターナ。 三脈三膨第一彩政権摂氏南進四法税人南部、摂氏教医者利発牛将、美空一彩世間、天人、阿修羅ラ文部、諸説、漢義、真珠、さらいに行こう。 「なまんだ」 すぽいし

松本松敬の北条庵よりお送りしましたお経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でしたゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしておりますそれではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう